こんにちは。ゆかりの母チャンネルへようこそ。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。今回あなたにお届けする話題は、スバル AWD 以外は登れない、ダメ AWD だったです。これは、USAC アメリカ合衆国自動車クラブが行った、AWD 車性能比較の YouTube 動画で紹介されたもので、テストされた車両は2014年モデルと少々古いモデルなのですが、とても面白い動画でしたので、詳しくご紹介していきます。USAC アメリカ合衆国自動車クラブは、ユナイテッドステイツオートクラブの略で、アメリカの自動車レース統括組織、FIA 国際自動車連盟が指定するアメリカのモータースポーツ所管団体、ACCUS アメリカ自動車競技委員会の参加組織にあたり、インディーカーレース統括組織として1956年に設立されました。FIA が指定する日本でのモータースポーツ所管団体は、JAF 日本自動車連盟になりますので、アメリカにおける JAF のような存在になります。もしこの動画を気に入っていただけたら、最後に高評価をしていただけると嬉しいです。それでは、行ってみましょう。フォード、マツダ、トヨタ、ホンダ、スバルの代表的なコンパクトクロスオーバー SUV の AWD モデルが徹底的な性能評価を行うことで知られる非営利の独立組織 USAC によりテストされました。極端な厳しい条件下で対応できるかを評価するため専用のクローズドコースで用意されたテストはポリエチレンで裏打ちされた鉄の板を 30.5 度の角度に設定、表面には常時水を流し続けるという極端に低いトラクションの下で各車両の動搬能力をテストするものでした。タイヤはメーカーの推奨するオールシーズンタイヤを全ての車両で装着しています。最初に登場したのはフォードエスケープ2014年モデルコントロールトラック 2AWD システムを採用。RBC ロータリーブレードカップリングが全後輪の回転差を感知し、通常は 2WD、路面状況が悪い時には AWD などと、状況に合わせてスムーズに切り替え、パワー配分をコントロールします。登り始めましたが、アクセルを踏むと後ろに下がってしまいます。次に登場したのは、マツダ CX5 2014年モデル。電子制御多番クラッチ式の AWD-i アクチム AWD 方式を採用。タイヤを電子制御する方式は他メーカーでもおなじみですが、マツダはさらに四輪を精密に制御しています。坂にとどまることは何とかできましたが、四輪すべてが水が流れる板の上を空回りしています。次は、トヨタラブ4 2014年モデル。4代目となるこのモデルは、電子制御式、アクティブトルクコントロール 4WD 方式を採用。マツダに比べると、フロントタイヤの空転は少ないようですが、リアタイヤが空転し、登ることができません。ホンダ CR-V 2014年モデル。リアルタイム AWD 方式を採用。油圧を電子制御するという点で、他メーカーの電子制御式と異なっており、動力を素早く伝達できるという特徴があります。また、リアルタイム AWD は、機構そのものの重量を、それまでの 4WD システムより 15% 軽量化した画期的なシステム。全タイヤの空転後、リアタイヤも空転して登れません。最後に登場したのは、スバルフォレスタン2014年モデル。アクティブトルクスプリット AWD 方式を採用。前60、後ろ40のトルク配分を基本とし、加速や旋回など異なる状況に合わせ、適宜トルクを調整します。時折、わずかにタイヤを空転させますが、後ろに下がることはなく、確実に登り始めました。テストしたドライバーたちは、自然な反応が、スバル特有の、ユニークなシンメトリカル AWD 左右対称レイアウトの前輪駆動方式と、素晴らしいトラクションコントロールが効果を発揮、
タイヤがグリップを維持していることが実感できると話しています。テストの結果、スバルフォレスターだけがこのテストの坂を上り降りすることができました。USAC アメリカ合衆国自動車クラブが出した最終的な結論は、スバルの AWD 能力が5つのメーカーを上回っていたということです。また、最後に、スバル AWD は WRC など常に変化する道路状況で信頼できるエンジニアリングを中心に開発・構築されているため、全てのスバル AWD 方式は他社に比べ圧倒的な性能を持っていると述べています。いかがでしたか？2019年、久しぶりに日本での発売を開始した現行のトヨタラブ4は、新開発のダイナミックトルクベクタリング AWD を採用。後輪のトルクを左右で独立して制御し、その実装により旋回性能とアクロ走破性がさらに向上しました。スバル AWD と新型トヨタラブ4の対決を見てみたいものですね。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。